日本各地に伝わる旬のローカルフード、その土地その季節にしか味わえない特別なごちそうを探す旅に出かけましょう。信州が育む極上の酒と食、和食とフレンチ、蔵で味わう至福の味。冬の北アルプスに抱かれた信州松本、日本屈指の名城、国宝松本城が見守る城下町は、かつて問屋街としてにぎわいを見せた蔵の町。そこに今も残る昔ながらの佇まい。日が沈むと提灯に明かりが灯ります。こちらはおよそ130年前の建物を改装したレストラン、光屋西と光屋東。実はそれぞれの建物で全く違う料理を楽しむことができます。一風変わった和風モダンの趣で本格フレンチを味わうことができる西。一方、日本情緒を存分に堪能しながら和食を楽しむことができる東。しかも食材は西も東も同じ長野県産にこだわります。やっぱり自分で足を運んで、でそこで農家さんとお話をして、で生産者の人も潤う、僕らも潤う、お客さんも喜んでくれるっていう、その地産地消って大事なんじゃないのかなと。和洋どちらも使用するのは地元長野の契約農家で作られた野菜。肉は同じく長野の白馬村で育てられた地鶏。同じ食材を使って一体どんな料理に仕上がるのでしょうか。日本料理は白味噌と酒粕の風味が食欲をそそる信州地鶏の神鍋。寒さ厳しい長野の冬には嬉しい一品です。一方のフランス料理は酒粕とフォアグラの濃厚なソースが地鶏と地野菜の旨味を存分に引き出し、日本人好みの美味しいフレンチに仕上がりました。さらに和洋どちらにも相性が良いというのが地元で作られた日本酒。今の日本酒はやっぱり、香りがエレガントで、やっぱりあれもワイングラスに入れて飲むと香りがこうたまるんで、すごくいい香りになるんで、野菜とかお肉とかそういうの合わせて食べるとやっぱり非常に美味しいですよね。この和食っていうそのユネスコの世界遺産ね、入ってるものも残していかなくちゃいけない。なおかつ地元に根ざしたレストラン、フランス料理も次の世代にじゃあどうやってやっていくかっていうことを、僕は今ずっとそれに向けてやってます。マスターカードジャパンクオリティ再発見、日本酒で旬味三昧キャンペーン。詳しくはウェブへ。